アメリカ合衆国上院外交委員会は、アメリカ合衆国上院の常任委員会である。上院の主要な外交政策の立法と論議を担当する。外交委員会は通常、同盟国のための対外援助計画の監督や、資金提供、兵器売却、職業訓練などの任を負う。委員会は1867年のアラスカ購入から1945年の 国際連合設立に至るまで重要な条約と法律を検討、論議、報告してきた。また、あらゆる外交職の任命に関する権限を有する。外交委員会は財政委員会及び司法委員会と並ぶ上院最古の委員会の一つであり、その創設は1816年に遡る。アメリカ合衆国会における姉妹委員会は会外交委員会である。 外交委員会を外交評議会と混同してはならない。以下の表は2021年3月18日時点の連邦議会上院公式サイトの委員会メンバーリストの情報に基づく。以下の表は2021年3月18日時点の連邦議会上院公式サイトの省委員会メンバーリストの情報に基づく以下の表は 連邦議会上院公式サイトの上院委員会の歴代委員長リストの情報に基づくありがとうございます。